皆さんこんにちは、ルイです。今回はリセマラ終了した人も増えてきたと思うんで、序盤にやるべきことや進めていくにあたり注意することを紹介していきたいと思います。最初に注意点を話していきますね。まずサポート枠ですね。クエストに挑戦する際にメインキャラ4体、サブ1体、そしてサポートを1体編成することができますよね。このサポート枠なんですけど、最初は絶対に編成しないでください。クエストが進むにつれて難しいクエストにぶち当たることがあると思います。最初の難関は5の8ですね。花見一体のステージなんですけど、領域展開を使用してきます。自己回復も持っていて、なかなか倒すのが難しくなっていますね。こういったクエストにぶち当たった際に、一度レベル強化やグレード強化をしてみて再度挑戦し、それでも勝てないってなった時に初めてサポート枠を編成していきましょう。ちなみに5の8で勝てない人はサポート枠にレベルの高い野原がいれば最優先で編成してください。属性相性も抜群で、さらに単体火力がズバ抜けて高いんで、簡単にクリアできるようになると思います。サポート枠は1日3回まで使用可能になっているんですけど、サポート枠を編成してクエストに挑戦して味方が戦線離脱した後にサポート枠が入ってくるんですけど、仮に味方が戦線離脱せずそのままクリアした場合でも、1日3回のうちの1回を消費したことになってしまいます。なので今のメインサブキャラのレベルを最大限まで上げても勝てない場合や、単体高火力キャラを未所持、属性相性がきついなどの理由の時にサポート枠使用していきましょう。3回消費してしまうと、その後1日は使えなくなってしまうんで、その日クエストをクリアするためにはかなりレベルを強化するか、またはそのクエストに適したキャラをガチャで当てないとなかなかクリアできなくなってしまいますね。次は序盤にやっておくことを紹介していきます。最優先はもちろんメインクエストを進めていくことです。メインクエストを進めていくことで様々なコンテンツを解放することができるようになります。 2-1 クリアで派遣が解放、 2-3 クリアで呪物回収が解放、 2-11 クリアで強化クエストが解放、 4-17 クリアで領域調査が解放、そして 8-12 クリアで強敵開口が解放されます。まずは 4-17 クリアの領域調査を目指して頑張っていきましょう。基本的にメインクエストは五条悟を編成しておけばある程度負けずにクリアできると思いますが、第5章から少し難易度の高いクエストが出てき始めますね。もし勝てなくなってしまった場合は、キャラのレベルとグレード強化を最優先に行っていきましょう。どちらかというとグレード強化の素材が足りなくなると思うんで、呪物収集、こちらを周回することをお勧めします。一度クリアしてしまえばこのようにスキップできるようになっているんで、自分が上げたいグレードまでスキップ機能を使って素材をどんどん集めていきましょう。そして強化クエストは3種類あるんですけど、基本的には修練クエストでレベル強化素材を集めていくのがメインになっていきますね。キャラのレベルを上げることを最優先にしていきたいからです。階層のクエストは階層残滓のレベルを強化するアイテムを集めることができるんですけど、キャラレベルとグレードレベルを上げてもクエストに勝てなくなってから上げていく形で大丈夫です。特に SSR 階層残滓を5枚持っていない人は SR や R を強化することになると思うんですけど、基本的に強化素材は足りなくなることが多いんで、 SSR を入手してからそちらを強化していくことをお勧めします。 SR や R の階層残滓でも回復系の階層残滓は貴重なんで、少しぐらい強化してもいいかもしれませんね。そしてもう一つある JP 獲得クエスト、こちらは基本的に周回しなくて大丈夫です。こちらも階層残滓の強化に必要なものになっているんですけど、なぜか JP のみかなり集まりやすくなっているんで、序盤では足りなくなることがほとんどないと思います。なので後回しで大丈夫ですね。一度もクリアしていないステージは解除を初回報酬でもらえるんで、これを回収だけしておけば大丈夫です。アイテム周回系はこんな感じになっていますね。呪物収集をメインに周回、続いて強化クエストのキャラ強化素材を周回、あとは後回しで大丈夫です。他にやっておくべきことは派遣です。派遣は1回に10時間かかります。派遣中のキャラもクエストで使えるんで安心してください。派遣中のキャラは経験値を得ることができて、それぞれのエリアで報酬ももらえますね。10時間で1回、派遣回数は毎日0時にリセットなんで、必ず毎日派遣することを忘れないようにしておきましょう。そして領域調査、こちらは挑戦回数を最大3回ストックできるようになっていて、毎日0時に挑戦回数が1回増えていきます。領域調査では AP を消費しません。複数のエリアが存在していて、エリアによって難易度やバトル数、バトル勝利時の獲得報酬が異なってきます。エリア挑戦中はバトルごとに
キャラクターの HP や必殺ゲージが引き継がれていく仕様になっていますね。自分のキャラだけではなく敵の情報も保存されていきます。 HP がゼロになったキャラは次回以降のバトルで使用できなくなってしまうんで、そこも注意してください。例えば五条悟は7ターンで戦線離脱した後、そのエリアではもう使えません。一度帰還した後再度使用可能になるっていう感じですね。他にも支援効果など様々な要素があるんで、詳しくはヘルプを見てみてください。この領域調査ではスキル強化アイテムや調査メダル、そして幻影メダルを獲得することができます。どれも貴重なアイテムになっていますね。スキル強化に必須なアイテムから特級呪霊ジョーゴと花見の SSR を交換できる幻影メダルまで獲得できるようになっています。幻影メダルはある程度進めないと獲得できる枚数が少なく、 SSR と交換するには1500メダル必要なんで、1日1回しか挑戦回数が増えない領域調査のストックを溢れさせないようにできる限り挑戦していきましょう。以上が注意点や序盤にやるべきことの紹介でした。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。11月24日の15時から新しいストーリーイベントが開催されます。ここではイベント報酬で限定回想残滓 SSR ですね、こちらを入手することができるみたいなんで、先ほどの説明では回想残滓の強化素材そこまで集めなくても大丈夫と言ったんですけど、もし回想残滓に必要な強化素材があまり集まっていない人は、余裕ができたら現状 SSR の回想残滓5枚ない人は、この回想残滓を強化するために回想残滓の強化素材も集めておきましょう。あとは呪骸散歩で AP や JP 強化素材など一定時間経過すれば受け取ることができるんで、こちらも忘れずに受け取っておきましょう。そしてファンパレ攻略コミュニティを現在 Discord で作成しています。もしストーリーで勝てなくなった際や、誰から強化していけばいいかなど相談したい方や、フレンドを募集したい方はぜひ概要欄のDiscord の URL から参加してみてください。最後に本当は怪獣貯めていきたいんですけど、単体効果力を出せるイタドリかノバラどちらかが欲しいんで、ちょっと10連だけガチャ引いていこうと思います。できればノバラが欲しい。いきます。わ、なんかローディング長いぞこれ。あるか、頼む。確定室はないか、なんか来てくれ。どうだ、お、レインボー1個2個、ただどっち3個、回想残滓3枚かな。これはどうだろう、キャラいたかな今。おー、規格外1突です。でかい。そしてお、キャラいた。あー、レインボーじゃなかった。これも回想残滓、あと1個あった気がするけど、どうだろう。 SR 東道、あー、回想残滓だ。3枚当てることができたんですけど、すべて回想残滓の SSR でした。まあだけど爆死よりは全然いいですね。回想残滓3枚ゲットしました。無課金でやる人はできるだけクリスマスや年末年始、またはぶっ壊れキャラが来るまではガチャ引かずに貯めていきましょう。